関宿の魅力はやはりあの古い建物、歴史を感じさせる昔のままのこの街並みが一番の魅力だと思います。あの桶住さんは関宿にとってその昔の生活っていうのを思い出させるきっかけになるお店だと思います。昔の人がどんな形で生活をして見えたのか、どんなことをして見えたのかっていうのを見れるということが関宿の魅力を高める一つの要因になっていると思います。桶住っていうのはですね、あの初代服部十三ということで、それで、生まれは幕末江戸末期なんですけど、明治15年にその桶住という自分の名前を取って開業したんですよ。まあ、ちょうど今年で140年になります。私でちょうど4代目になるんですけど、やっぱり最終的に木屋でこう、腐って土になるか肥料になってまた木を大きくしていっていう、そういうエコっていうもんなんやけど、木っていうのは昔は生活に密着、ライフ用品、簡単に言ったらライフ用品で、女性が髪洗うのも OK やろうし、風呂でも OK、 全てこう木という生活の一部って言うかな。余裕が一部はさ、多分形もこう見栄えもあるけどさ、長いこと使えるっていうのは、これはもう大事なことなんですよ。一番親が使って子供が使って袖でしまえ、せいで OK ってこういう花とか100年使えるんですよ。形が良くて丈夫で長持ちで、修理しても使えるっていう形になる。その桶っていう一言に尽きるけど、その良さっていうかな、こうぬくもりっていうかな、木の季節の花を生けてこう匂いを感じて、結構昔の人はこういうふうに使ってたんだなって、やっぱりその辺はちょっと感じてもらえたらどうかなと思います。あの日本人がよく言うわびとかさび、古さの中にあのその思いを見たり、地元の人が住んで見えて使っていった中で自然と今の状態になっていった。で、地域の方も自分たちが普段生活している中でこの町を守っているということで、江戸時代から今まで姿形は変わったかもしれませんけど、人の心は同じじゃないかなというふうに思いますので、それを楽しんでいただければと思います。